こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は奨学金の話をしようと思います。で、これから新高校3年生になる生徒さんをお持ちの、視聴者の皆さん、ゴールデンウィークが過ぎたあたりですかね、5月6月ぐらいになると、奨学金の事前申請っていう形で学校から資料が配られると思いますので、そちらを、ぜひ目を通していただいてですね、事前申請をするようにしてください。で、もしそこで、し忘れちゃったっていう場合はですね、入学後ですので来年の、大学が決まってですね、大学に入学後に、もう一度、申請ができますので、その場合もまあ慌てず騒がずで構わないと思います。で、まずはですね、給付型、要はもらえる返さなくていい、奨学金ですね、こちらをぜひ申請していただければなと思います。で、こちらはもうダメ元で OK っていう考え方で結構だと思いますので、ぜひ申請してみていただいて、で、そこには当然、成績と、世帯の年収、これが鍵になってきますので、それが基準に、まあ、それぞれ達しているのか達していないのかというところが、鍵になってくると思います。で、メインで狙いたいというところは無利子の貸し付けというところになってくるかと思います。要は利子がつきませんので、借りた金額だけ、お子様がですね、将来、働き始めた後に、月々返済していけばいいよという形になります。で、狙いたいのはここっていうことになるんですけれども、どうしても成績が鍵っていうことになってきますので、高校での評定平均が 3.2 とか 3.5 とかっていうところが、まあ鍵になる数字ということになってきますので、ぜひお子様にですね、ぜひそこを狙えるような形で頑張っていただければ、当然、3.2 とか 3.5 その辺が取れてくると狙える大学、あとは推薦で、入れる大学っていうのもだいぶ、いいところが目指せると思いますので、ぜひそこを、目指して頑張っていただければなと思います。で、1、2年の評定はもう変えられませんので、そうするともうそれはもう無理だよっていうことになってしまうと、有利子、利子がつく形の、貸し付けということで、こちらですね、後でお話しようと思いますけれども、こちらということになってきてしまいます。で、これは私の感想で証拠がある話ではないんですけれども、予算的には大学ごとに割り当てられてるんじゃないのかなという気がしています。で、証拠はありませんがというところなんですけれども、まあ高偏差値の、まあ、例えば東大の微立欠で入学したよなんていうお子さん、まあ、成績の話ですけれどもね。で、当然世帯年収が絡んできますので一概に何とも言えないところっていうのはあるんですけれども、成績だけの話をすると東大の微立欠で入ったよっていうお子さんと、地方国立のトップで入ったよっていうお子さん、どっちが有利なのっていうところをいつも考えるんですけれども、やっぱりそれぞれの大学でですね、上位で入ったお子さんの方が、給付型あるいは無利子の貸し付けを、取っているっていう傾向が見られます。ですので、そのためにあえて行きたい大学を諦めて、下の大学へというお話ではありませんけれども、できればですね、大学に入る時の成績を、なるべく上位で入っていただくような形にしていただけると、給付型あるいは無利子の貸し付けという形での奨学金を得ることが できると思います。ですので、まあ、そういった意味でもですね、入試のところで、少しでもいい点数、少しでも上位の成績ということで狙っていっていただければなと思います。で、成績が鍵のところですけれども、まず1個目で、一番気になるのが高校での評定ということになってきます。で、プラス、入試での成績というところも、加味されると思いますので、ぜひそこは頑張ってやってみてください。で、例えばの話なんですけれども、東京の難関国立ですね、そこを狙って、共通テストを受けたんだけれども、ちょっとこれだと心配だなというところで、浪人はしたくないし、じゃあ、共通テストが終わって自己採点が終わった後ですね、実際に前期試験どこに願書を出すのっていう時に地方国立でに、まあ、志望を変更するような形で入学したお子さんが、まあ
当然、東京の難関国立を目指してた、準備をしてきたお子さんですので、地方国立の、トップとは言わないまでも上位層で合格をして、で、そうすると、給付型をもらえたよなんていう話も聞こえてきますので、そういったところも、踏まえてですね、受験校の作戦を練っていただければなと思います。で、プラス、入学後にですね、レポートとか作文を、この奨学金をもらうにあたってですね、もらうあるいは貸し付けを得るにあたってですね、書いてくれっていう話も出てきますので、そういったところも、これは入った後、入学した後で結構ですので、そういったこともあるよっていうのは頭の片隅に置いておいてください。で、問題の有利子の貸し付けってどうなのよっていうところなんですけれども、私個人としてはあまりお勧めしないかなというところです。金利を払って、までお金を借りて、大学に行くのってどうなのっていうところもありますし、金利がかかる、金利は安いは安いんですけども 0.5% とか 0.6% ぐらいが上限ぐらいの数字なんじゃないのかな、要は 1% にも満たない、金利ですので、どうしても、学費が足らないよっていうことであるのであれば、それも致し方ないのかなっていうところではあるかと思うんですけれども、ある程度ご準備をされているお父さんお母さん多いと思いますので、その準備している金額でですね、足りるような形で学費を捻出できるような形の大学を狙っていただければな、そちらがの方がお子様には負担は少ないんじゃないのかなと思います。で、ただ無利子での貸し付けも、借金といえば借金ですので、利子がつかないとはいえ、将来ですね、就職後、卒業後の就職後にですね、お子様が返していかなければならないということには変わりないんですけれども、どうしてもこの借金でプラス利子がつくっていうところは、私的には疑問符がついてしまう、そんな気持ちでいます。この辺は、各ご家庭の、価値観考え方等々によると思いますけれども、その辺はぜひ、その金利の部分ですね、当然、借りるのは4年間かけて借りるっていうことになりますけれども、返済は15年とか、そういった長い期間で返すことになりますので、たとえ金利は安いとはいえども、パーセンテージとしては低いといえども期間が長いということは、そこで生み出されてしまう、金利分の、なんていうんですか、金額ですね、金額は、それ相応のものになってしまいますので、そこはぜひ、安易に飛びつかずに一度シミュレーションしていただければなと思います。で、そのシミュレーションなんですけれども、奨学金をやっている日本奨学金機構でしたっけ、学生支援機構でしたっけ、そちらのホームページに行っていただくと、シミュレーションの、サイトがありますので、そこで計算してみていただいても結構ですし、あとはですね、住宅ローンなんかで、各銀行等で、金利何パーセントっていうのを入れて、計算するサイト等をやっている銀行もありますので、住宅ローンではないですけれども、そういったところで、どのぐらい借りるとどのぐらいの返済額になるのっていうのは、ある程度目安として計算ができると思いますので、金利が安いっていうのに飛びつかずに、じゃあ実際にいくら返すのっていう金額に置き換えて、考えていただければなと思います。で、私が知っている、実例というところで、学費の用意は親御さんしてあるんだよ、でも借りたよっていう、方ですね、何人かを紹介しようと思います。で、でも無利子で借りられたから借りたよっていうお子さんがいて、そちらはですね、留学ですとか研究の費用として、使わずに、要はお父さんお母さんが、学費の用意をしてくれているっていうことなので、そちらを使って学校大学に通って、で、自分でプラスアルファしたいよっていうことで、留学だったり研究だったりの費用としてプールをしておいて、で、ある程度まとまったお金が必要になる留学等々をするときにですね、そちらを使って、で、その分はその分ということで、ご自身お子さんがですね、卒業後に返していくんだっていう形で使ったっていうお子さんもいらっしゃいます。で、あとは給付型でもらえたよっていう形のお子さんはですね、部活や生活費に、使いつつ、親御さんも用意してあったっていうことですので、なるべく貯金をしておいて、で、就職後の第一歩のために貯金をしているよっていうお子さんもいました。
で、あとはですね、無利子で借りたっていうお子さんなんですけれども、これは珍しいお子さんで、金ゴールドですね、ゴールドに、要はお父さんお母さん学費の用意ありますので、無利子で借りてそれを金に変えて、でもう4年間保有していて、で卒業時に全額その4年間で貯まった金ですね、それを、お金に変えて、でそれで奨学金はもう全額返済してしまって、でこのロシア騒動、ロシアとウクライナの戦争のおかげでですね、金が上がったのでプラスお小遣いを得たよなんていう学生さんの話も、実際に聞いたところです。ですので、まあいろいろな考え方がありますので、こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうのはなかなか、投資みたいなことにまで、考えを及ばしてしまうと、何とも言えないところですけれども、有利子でさえなければ、要は無利子あるいはもらえるよっていうことであれば、いろいろな使い道が考えられると思いますので、まあ留学で使うのか、あるいはお小遣い稼ぎに使うのか、あるいは就職後の第一歩のために貯金しておくのかという形で、お考えいただければなと思います。で、保証人が必要になってきます。でこれがですね、最近あのお父さんお母さんも、一人っ子同士のお父さんお母さんっていうご家庭も多いと思いますので、そこでネックになってくるのが、親の両親ですね。親の両親ですので、お子さんからするとおじいちゃんおばあちゃんを保証人にしようとすると年齢で弾かれてしまうことも多いです。ですので、まあ仮に、30歳の時にできたお子さんだとして、でおじいちゃんおばあちゃんからしても、30歳の時にできたお子さんということになると、お子さんとおじいちゃんおばあちゃんの年齢差が60歳ということになってしまいますので、そうするともう年齢的に働いてない高齢者ということになってしまうと、保証人になれないよということになってしまいます。ですので、サイクルの早いご家庭で、おじいちゃんおばあちゃんも、20歳で子供を産ん でそれがお母さんになって、でまた20歳で子供を産んでなんていうと、お子さんとおじいちゃんおばあちゃんの年齢差が40歳しかないということになりますので、そういった場合ですと年齢で弾かれることがないのかな、ギリギリなのかなというところはありますけれども、まあ一般的に よく見るご家庭だと、親のご両親ですね。ですのでお子さんからするとおじいちゃんおばあちゃんが保証人になるっていうことはなかなか難しいということになってきます。でさらにお父さんお母さんも一人っ子同士でご結婚されたよっていうことだと、要は子供からするとおじさんおばさんがいないっていうことになってきますので、頼める親戚が少ないよね、じゃあどこに頼むのっていうことになってきてしまいます。で、あと、仲良しの同級生同士、うちも、保証人必要だし、お宅も必要なんだったらそれぞれで保証人し合いっこしないっていう話も聞くんですけれども、これはぜひ、今仲がいいうちはいいんですけれども、何かの拍子に人間関係こじれてしまうとトラブルに発展するなんていうこともありますので、ぜひそのトラブルっていうところはですね、気をつけてください。で最終的には保証協会に頼むということになるんですけれども、保証協会に頼むと、まあ、保証協会も商売ですので、手数料がかかってきます。ですのでせっかく、無利子のこちらですね、貸付を借りたのに保証協会にの手数料を払わなければならないので、なんだかよくわからない、得したんだか損したんだかという話になってきてしまうことがあります。ですので、この保証人のところですね、うっかり忘れてしまうと、とんだ余計な出費ということになってしまいますので、奨学金の話、これから高校3年生になってゴールデンウィークが過ぎて、学校からその話が出てきた時にですね、頼むとしたらじゃあ誰に頼もうか、誰だったら引き受けてくれるんだろうなというところをぜひ、まあ親同士も一人っ子だと頼みやすい親戚っていうのがいないというところがネックにどうしてもなってきてしまうんですけれども、そこをですねどうクリアしていくのかっていうところを、まあゆっくりで結構ですので、来年の春まで時間はありますので、そこをぜひ準備しておくのが一番鍵になってきてしまうんじゃないのかな。あとはお子様がしっかり成績を稼いできていただいて、で、しっかり大学に合格していっていただくっていうところが、よろしいんじゃないのかなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。